こんにちは、チャキチャンネルのチャキでーす。今日はですね、コンビニ新商品スイーツを食べていきたいと思います。久しぶりじゃない？まずはセブンイレブン、恋する火曜日のチョコットリクラッシュ、税込み172円で、これがね、さっき落としちゃったの。ずんだと白玉のパフェ、税込み300円。次がファミリーマートです。メロンクッキーシュー、税込み168円。みかんの生杏仁プリン、税込み230円。で、次がローソンです。バスク風ショコラチーズケーキ、税込み225円。ほぼほぼクリームのシューキャラメル、税込み215円。はい、ということで早速いただきます。で、ちょっと崩れちゃったからこれからいこう。カロリーが277キロカロリー。本来は見た目もっと綺麗です。本当にごめんなさい。じゃあ上のクリームから。あ、小豆、黒豆もついてる。いただきます。うん、おいしい。見た目は崩れても味は変わらないから。うん、めっちゃずんだだ。ずんだが濃い。上にね、白玉も乗ってる。ほら、白玉。いただきます。うん、この下のね、ムースみたいなやつもめっちゃ美味しい。うん、ずんだホイップ、ずんだあん、ずんだプリンで全部ずんだだからさ、ずんだ専門店みたいな。ずんだ専門店に置いてある商品じゃなくて、もうこれがずんだ専門店ですね。もうこれがもう店なのよ。うん、うん、それにね、なんかずんだの本来の素材の味みたいな、甘みみたいな感じだから、加工されたようななんか甘さがないから、甘すぎなくて食べやすい。いや、ずんだ餅食べたい。回復。次もセブンイレブン。カロリーが257キロカロリー。これね、この濃い温めますかだっけ、なんかドラマに出てくる商品なのかな、わかんないけど、リクエストで結構多かったから買ってきた。あ、見た目が、見て、美味しそう。切ったら中にチョコレートのクリームがいっぱい入ってた。いただきます。うん、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 クリームが溢れてきた。めっちゃ濃厚、美味しい。ザラメ入りチョコクッキーが乗ってんだね。なんか生地がザクザクしてて美味しい。表面はザクザクしてんだけど、もちもちシューカワ、もちもちだわ。うん、ザクもちみたいな。これは今期っていうか今やってるドラマなの？ TBS 系毎週火曜夜10時放送中。あ、今やってんだ。なんか人気で売り切れ続出らしいですよ。うん、うん、次ローソン行こうかな。モアホボクリーム、カロリーが333キロカロリー。333、ゾロ目です。かわいい。ローソンのさ、あのもちぷよに似てるね。切ったらこんな感じ。本当にほぼほぼクリームだ。いただきます。おいしい。キャラメルだ。うん、クリームすごいたっぷり入ってるんだけど、このキャラメルがね、結構ほろ苦タイプのキャラメルだから食べやすい。なんか生地も柔らかいしさ、クリームもたっぷり入ってるから、こう優しくなれそう。うん、優しい気持ちになれる。でも今のサイズ感で333キロカロリーか。うん、カロリーは優しくないね。じゃあ次、バスチー、カロリーが260キロカロリー。バスチーのショコラって絶対美味しいじゃん。食わなくてもわかる、うまいやつやん。めっちゃずっしりしてる。ずっしりねっとりって感じ。いただきます。うん、うん、うん、ふん、口にまとわりつく感じ。
結構甘いと思ったらそうでもないかも。濃厚は濃厚だけど、そんななんか甘ったるい感じではない。なんでだろう、ショコラってちょっとなんかちょっとだけど苦味がある感じで、生チョコ食べてるみたい。でもやっぱりさ、バスチーってチーズのなんか酸味っていうのがちょっと酸っぱい感じがこれにもあるんだけど、苦手な人は苦手かな。うちは好きだけど、うまい。メロンクッキーシュー、カロリーが238キロカロリー。ファミマさ、今結構いろんな種類のシュークリーム置いてたんだけど、メロンに目がねえもんで、うちこれ買っちゃったよ。うわー、なんかエイリアンみたいですね。わかるかな、なんか緑のグレーズみたいなやつがついてる。中のクリームがすごい、めっちゃオレンジ、夕張メロンみたいな感じ。いただきます。うん、やばい、これやばいです。めっちゃメロン、もう安易な気持ちでメロン語ってないわ、これは本気、本気のメロン。メロン好きな人は絶対買った方がいい、絶対。見て下の方にあってさ、映んないんだけど、リスナーさんからプレゼントでいただいたゾウさん、クマさんと一緒に置いてくださいって書いてたんだけどさ、映んないんだよな。どうしよう、これでどう。ちょっと寂しいけど、ここに。かわいい、ありがとうございます。地元行った時はさ、田舎だったから野菜とかフルーツとか結構もらってたんですよ。だから夕張メロンとかもよく食べてたけど、最近ずっと食べてない。フルーツって普通に買えば結構高いしね。じゃあ最後、ファミマみかんの生杏仁プリン、カロリーが157キロカロリー。これもね、発売された日からインスタの DM とかで、ちーちゃんファミマで生杏仁の商品新しいの出たよ出たよっていっぱいメッセージもらいました。ありがとうございます。なんて言ったって杏仁豆腐はうちの大好物ですからね。いただきます。おいしい。なんか杏仁豆腐とかっていちごと合わさってるやつだったらよく見るけど、みかんって新しいなと思ってたけど、意外と合う。しかも杏仁豆腐もね、ちゃんと生って感じがしてね、めっちゃ柔らかくて口の中入れた瞬間溶ける。生っていう食感だけにこだわってるわけではなく、味にもこだわり、みかんにもこだわり、完璧ですね。最後の一口ではない、最後の一口いただきます。完食、ごちそうさまでした。はい、ということで、久しぶりにコンビニの新商品スイーツを食べていたんですけども、今日食べた中で一番美味しかったのは、やっぱりうちは一番最後に食べたみかんの生杏仁プリンが一番美味しかったです。ということで、この動画が少しでも面白いと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。せーの、バイバーイ。